あ、バレてた。ようこそおいでください。あー、ヨネヤさん、美味しかったです。お久しぶりです。お久しぶりです。嬉しい。お邪魔します。お願いします。すごいっすね。ここか、皆さん写真撮られてたら。でかっ。映えるでしょ。いや、めっちゃいいっすね。めっちゃコーナー広くないっすか。めっちゃ広い。ほんとよ。色がすごい。これすごっ。これいくらっすか。50万ぐらい。改めまして、ヨネヤさん、飯塚天皇でございます。ヨネヤさん、今日来る途中にサークルやってきたんですよ。そしたら、TikTok 撮影されてる方がいて、サヤさんとアンディさんって言うんですけど、超絶魅力、超絶イケメン。軽く紹介しますと、月15万使う、今回、クレーンゲームの遠征に沖縄から来られた美女。で、アンディは沖縄に住んでて、仕事で今回、福岡に来てるんですよ。で、ここは友達でカメラマンされてたの知ってて、で、TikTok されてて、そのカメラ撮ってる時に、もともと知り合いです。ここは知り合いです。で、僕たちは知らずに TikTok 撮ってるところを見て、で、ぐるぐるアタックしてたんですよ。で、うちのチャンネルがなんかぐるぐるアタック命名したじゃないですか、はい、ちょっとなんか調子乗って首突っ込んでたら視聴者さんで、で、まさかまさかの TikTok 総合フォローやったんですよ。で、そういうご縁もあって、いつか行くんですけど行きますって言ったら、ぜひということで。ありがとうございます。え、明日他もいいですか。はい。アンディ明日休みって言ったよね。明日アンディも来んの。休みやな。今日はちょっといろいろと漫画倉庫飯塚店さんで荒らしていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん荒らせるように頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょうか。そのまま行きましょう。ちょっと了解して。シグロ欲しいですよね。任せてください。どっちでやってほしいですか。こっちですね。はい、おしまいました。これがちょっと取れなかったんですよね。横か。この箱の形は縦はめめっちゃ向いてるんですよ。だから横よりも縦の方がいいんですよ。で、まあ僕のこの取り方なんですけど、爪の真ん中が景品の右端で、真ん中よりちょっと奥ぐらい、まあ、バー手前ぐらいですかね。これでどんどんはめていこうかなっていうやり方なんですけど。めっちゃたまたます。いきます。頭をちょっとつまむ感じでいきましょうか。ストップボタン使えたんすね。なんだって修正。おっとワンチャンスけどいけるかも。プロの取り方って。いやー、やばいわ。いや、うまかった今。うまかったっすね。おお、うめえわ。おお、最後がわからん。まだ狙うんだ。いや、うまかったマジで今のは。やばいな。見るポイントが3本爪は絶対どっかに隙間がないかっていうのと、どこの爪の角度がいいかを見る必要があるんですよ。で、これの馬の置き方的にここ引っかかるかなっていう予想を立てて、で、これ爪の角度いいんですよ僕。で、こっちはあんまり良くないんですよ、右側は。だから右側狙っても、仮に狙うとするじゃないですか、まあ、パワーあるんで多少はいけるかもしれないんですけど、爪が引っかかりにくい、こっちは。入れてもさっきよりかは受けやすいんですよね。でもこっちの左側やったら爪結構かかりやすいんで、ちゃんとかけて狙っていくっていうのができるかなっていう予想でやってみたらうまくいったっていう。一応これ撮影の時おすすめです。アンディの好きなのを撮るっていう。おー、いっぱいありすぎて。ドルとかどうですか。ちょうど犬欲しいと思ったんですよ。じゃあとりあえずじゃあ買う練習をします。そうですね、ちょっといい子、いい子したいんで。行っちゃう。行っちゃいましょう。練習。今日の企画はアンディが欲しいものを3人で力を合わせて撮りましょう。そうしましょう。いいですか。アンディカメラマンありがとう企画でいきましょう。あー、もう涙が出る。なんて思ってないやろ。涙が出る。俺
願いします。はい、行きましょうか。バランス、はい。あ、でも笑ってましたよ。もうそれしかね、それが一番いいっすよね。あ、でもいい形、いい形。行きましょう。終わられてますよ。Hey Andy。What's up, man？ まあ見とって。あ、でもこれ届かんわ。横からかけた方が良かったな。でも1ボタン押しちゃったんよ。あ、この場合ちょっと側面からかけたかったです、うん。正直言うと。ちょっと浮いてるしね。まあワンちゃんなんでワンちゃんにかけて。ワンちゃんをワンちゃん取ります。ワンツースリーですね。ありがとうございます。何が。じゃあここで。ああ。右のアームが手前のバーに入っちゃったんで、どうしようかな。いい、やり直したいですけど、次ダメやったらやり直しますか。いや、やり直して最初から。もう取れるやろ。やり直しいける。まあ最悪や。見てて取れねえしか。じゃあアンディ、次欲しいやつまた。うん、まあ、めっちゃお腹空いてて、さっきお姉さんが持ってたブルーベリータルト食べたいな。あー、すごいですね。さやさん、いけます？やったことない、こういうの。クロス型の橋渡しなんですけど、橋渡しの要領で進めていけば大丈夫です。こっち見てるじゃないですか。はい、そっちからかな。あ、そうですね、そっちからの方がいいかもです。はい、はい、すごいな。どっちが向いてるかとかもちゃんと確認して。すごいな。あ、大丈夫。オッケーオッケー。やばい、すごい、めっちゃ動くじゃん。これはこっちに行きますか。どうしようかな、こっちに行きます。縦でも行けそうっすよね。アーム入れるのが難しそうで、どっちでも多分行けますよね。こっちでやっても行ける感じ。話してたんですけど、さやさんね、月15万使うガチなクレーンゲーマーでした。なんなら俺らより全然あのゲーセン通ってるっていう。取り方とかもめっちゃ知ってかったんで。うん、左が強いんかな、もしかしたら。左でちょっと横まで進めてって。あ、こっちですか？はい。うめえな、ギリギリ狙うの。しかもバーに干渉する位置やって。感覚でしてました。すげえ。でも1、2、3派ですよね。あ、俺1、2、3派です。教えられてる時は。基本なんかそっちにやってます。まあ、よし。なんかやっぱ自分たち最近撮影をまとめてするようになったんですよ。遠征行った時にもうまとめてやって、それ以外は編集してるみたいな感じでやってるんですよ。そしたらなんか奥行きの感覚が合わなくなって、だからもうリズムでっていう、リズムで1、2、3、4って数えながらの方が安定するようになりました。三振の方がなんか難しくないですか？なんかリズム芸なんですよね。だからリズム取れるならそっちの方がほぼ確実に安定する。クレナはあの音でやってます。てん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 みたいな。はいはいはい。もう押し込むのよかったですね。いや、もうでも、いったんじゃないですか、これで。ハマってんのか。あとは押しですか？押しもいいですし、たださん、これ押しいくつですか？押し1ですね。まあ、押し1。押しパワーもわかる。ガチ、ガチ、さすが。あと手前、あそこの隙間に右に入れたら、モジャで言うとサッてすれば取れるんで。サッてすれば取れますかね。そうですね、サレです、サレ。サレ、はい、いけるかな。私ちょっとスキル、スキルかもしれない。うまっ、うまっ。いや、うまい。マジうめえ。取れました、これ、取れました。え、いけました？
何がいいですか。何でもいいですよ。ランディ、どないしよう。何でも取れますから。ランディ、What do you want? I want to drink energy drink. エナジードリンク。服設定、モジャが一番上手です。あ、そうですか。いや、服設定か。モジャさん、すごいよね。やめときます。いいですよ。やめときます。じゃあ行きますよ。真ん中狙います。リングを当てる感じ。おお。Andy, I'm a TK. TK? Yeah. TK means what? Oh! Hands to come! Oh my goodness! I want to see TK. 内側に巻いて、キュッてふんどしスタイル。Oh, とてもドキドキするね。本当ですか？1、2ぐらいでいいね。お、ある！回らないタイプか、これ。僕だったらですけど、頂点にこう当てる感じ。オラメッセイ。お客さんいるから俺下カメラ下げました。え、いや、よかったよかった。アンディ、僕この土台が欲しい。僕もとても欲しいね。怖そう怖そう。 I want to see a broken UFO catcher. Oh, nice idea, man. いや、よかったマジで。いや、もう、え、めっちゃ元気になりますね。いや、ですよ、これで元気発達してください。じゃあ、せーの、元気ハツラツーでいきます。ああ、いいですよ。元気ハツラツー、オロラメッシー。アンディ、このナメイシ、ジオ競争、グッド。おお、とてもバキバキになりますわ。マッスルスティック、マッスルスティック、いやー、ゴーグッド。アンディ、はい、次何が欲しいか。え、まだまだアンディにプレゼントしたいね。橋渡し、橋渡しで橋休め、行っちゃいます。行っちゃいます。行きましょう。行きましょう。醤油でもいいです。これアンディ、ニンニク食べると女のことキスできなくなるけど大丈夫？ああ、それを受け入れてくれる子が僕はいい。いやー、その答えくれて思わなかったわ。すげえ、200点満点の答えでしたね今。とりあえずこの真ん中の辺でどういう動きをするかよね。真ん中ら辺のことは動きいいんかな、端っこよりも。そんな気がするんですけど。結構ど真ん中やねん。ど真ん中はですね、そっちの方がすんなりはまってくれそう。おお、やっぱそうっすね。来た、うん、いい感じです。あー、気持ちよくなかった。あ、ちょっと少し燃焼しましたね。寄せて、この辺ですかね。手前狙うときは寄せた方がいい気がするんだよな。で、手前バー乗ったでしょ。そしたらもうぶん投げる形ができるんで、これは横で狙っていきます。これで取れる。はい、どうやんか。そうやろ、もうさすがにそんなのあるわけないよ。アンディ、何ですか。口臭くなってもアンディはアンディだよ。間違いないです、モッカイさん。僕は口が臭くてもモッカイさんのベストフレンドね。え、どっちがいいの、アンディ。カインフルーツで。カインフルーツで。オッケー。プレイヤーはさやさんね。そうっすね。寄せて真ん中ら辺がいいかなって、俺がさっきやった感じですけど、左でも右でもどっちでもいいんですけど、そしたら縦はめしやすかったです。ちょっとねじれますね。うん。箱が横立ったら、それはそれでやりやすいと思うんで。うまいわ。いや、すげえわ。勉強になるね。勉強になります。すげえ勉強になる。マッキーさんみたいに勉強したのに。いやいやいや、うまい。うわー、うまいなー。いや、うますぎる。上手。すげえよね。めっちゃ勉強になりますもん。いや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 。うわー、来ました。あ、落ちる落ちる。落ちる。もっともっともっとだ。さやさん的にこれどんな感じで最後いきます？え、止めかけか。おお、止めかけ。え、見せてくださるんですか？それか、アイメントも押しながら入れちゃうやつ。うーん、です。もうなんか押し切りそうですけどね。す、 すげーな。はい、完璧。あ、素晴らしい。イエーイ。
アンディ、スムージー、お通じ良くなるよ。え、本当ですか？明日すごい下痢でそうです。あラストもうこんなんいいんですか？もうそんないいや、何があるかな。ええんやで。なんか逆に食べてほしいもん、食べてほしいそうね、モジャが取りやすい景品で食べてほしいもの。何がいいかな。え、取りやすいのでいいの？じゃあ4年間つけボトルか。ありがとうございます。絵考えてくれたんですか？あ、そう。いや、ありがてえ。いや、橋渡し行くやろうなと思ってたんですけど、じゃあ行きましょうか。もう俺何もアドバイスしないんで、アドバイス欲しかったらさやさんに聞いてください。わかりました。じゃあちょい寄せて、ちょい奥気味で。取るな、取るな。お、ギリ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 スって言うかと思ったけど、弱かったね。真面目よ。お願いします。やばい。モジャさん一発ハマった。モジャさんえぐい。すごい設定ミスや。設定ミスですか？え、モジャさんもう一回できるか。ちょっとあの赤い方でやってみてください。今のめっちゃ綺麗な爪のかかり方でしたね。半導体ってやっぱ爪のかかり、最後一番上まで行った時の爪のかかりがすごい大事なんですけど、めっちゃ上手やった。もう一回見たいな。もう一回取れたら設定ミス で取れなかったらなんかモジャの実力。あー、これダメやね。ちょ、もう少し寄せてもよかったんですか？本当に僕は未来が見えます。かっこいい、かっこいい、かっこいい。僕は未来が見えます。片栗や。見聞色のハゲ。これはピッコロや。え、行列できません？これ大丈夫ですか？見つけるやんか。これ見つけましたね。見つけました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにアンディのヤンヤンつけ棒はだってケニアぐらいのサイズですね。わかります？ケニア人のサイズ。わかります？わからないでしょ。ググってみてください。わかりますから、お願いします。映えますね。いや、すごいわこれ。ゲッタースピンが世界で一番バズった男はこの設定やるとどうなるかっていう検証っすよね。よし、これいけそうって思ったらゴーみたいな。だから僕がテストプレイするみたいな感じですよね。始まりました。多分これコツ知ってます。どういうところに目印？あ、そうです。ここの横のテーブルのところに目印があるんですけど、そこが大体あの棒のところらへんに来た時に押すんですよ。おお、ちょやとか。おお、これさ、やばく、自販機じゃないですかこれ。シュワシュワしてます。大丈夫ですか？しかもさ、これバー下がったよ。いや、今のもったいないことしたわ。あ、でも今日これ、皆さんこれやばいっすよ。やばいっすよ。いやー、これ設定出せないやつや。そういうことか。じゃあ回転のスピードを速くしなければいいんじゃないですか。おー、なるほど。いや、難しい。それはそれで難しいです。速い時がチャンスみたいな。ちょっと勢いが足りない。簡単はやめてた方が確かにね。だってもう一回それ直してね。この回転が俺はおー、一撃で切れながらね、気持ちいいね。うまい。うおー、皆さんこれ一回並べてもらっていいですか？どこで見たらいいの？早っ。おお、いや、今よくなかったっすか？これ近くなんで、割と狙いに行ってたんです。おー、うまい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 、えぐい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 。このディスプレイもやっちゃいましたよ。もう勝ち、この時点で。怖い音が。怖い、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 いやいやいや、楽しい。ゆっくり、ゆっくり。うまい、うまかった。めっちゃうまいな。まあ、すげえギャンブル代かもしれないですね。ジャストしてほしいな。いける。下がってる。うわっ！
いや今ちょっと鳥、これ鳥肌立った、ちょっと今スーパープレイ、うまっ、いやすごいわ。私もよろしいですか。はい、じゃあこれは目印を変えていくしかないです。うおーい、いったかと思った今。惜しいな。うまーい。いや音やば、もう泡がシュワーなの、脳汁がやばいね、泡がシュワーなの。1年分のコーラで、これ設定採用でいいですか。採用でありがとうございます。これ今回企画でやっていきます。やっていただけるらしいマジで。皆さんぜひお得にコーラをゲットしちゃってください。この周りに麺と繋がりたかった。